はい、どうも。エピソード3だ、3です。OK。はい、行ってみましょう。前回は、土方投手の、はい、次。味噌ニューコミュニケーション、味噌さん。はい。ソールドアウトフルメンバーが結婚式にいる、世界戦羨ましすぎる。2歳ちゃんは好き嫌い聞く聞かない。はっきりする時期ですからね。ママと仲良くしてるアピールしまくると、私の好きなママと仲良しな人イコール良い人、好きってなるのでおすすめですよ。やりすぎるとママ取られたになりますが、構ってくれます。保育士視点。あ、この人保育士なんだ。これね、やってるよ。やってるけど、やっぱね、あの、いやするよね。ママ取られたにすぐなる。うん。そう。あとね、朝一でね、俺はね、別の部屋で寝てんの。夜遅いから、俺大体。飲みながらいろんなことやるし、あとは、まあ、制作もするし、そうしながら、こう、タバコを吸って戻ってきたりとかするから、寝室を分けてるのね。つうか、俺は、リビング続きの畳の部屋で寝てんだけど、結構それが心地よくて気に入っててさ、うん。そう。で、お豆ちゃんと、ママは、寝室でいるんだけど、まあ、俺の方が早いんだかなんかわかんないけど、まあ、俺は仕事があるときは結構早く起きるの。まあ、7時台とかに起きて、で、それで準備して出るんだけど、こう、玄関の近くに、二人が寝てる部屋があって、そこからちょっと、声が漏れてきたりすると、あ、起きてんだなって思って、こう、ドア開けて行くのよ、こう、出発する前にさ。そうすると、鬼のように嫌がるっていうね。パパバイバイって言って。泣くのもうすげえ、号泣。やだっつって。来るなって言って。これね、もうずーっとそうだからね。本当に、まあ、その泣いてんのもさ、まあ、可愛いんだけど、ちょっと寂しいよね。パパ、今から、お仕事行くんですけどっていうさ。そう。嫁さんもそれ見て笑ってるっていうさ。俺だけちょっと寂しいみたいなさ。まあ。いやいや、でもありがとうございます。保育士さんも、このご時世大変でしょうけど、頑張ってください。はい。次。山本久志。はい。はいさん、お疲れ様です。コメント読んでくださりありがとうございます。なかなか子育ては難しいですね。まだ子供いない自分が言うなって話ですが。いやー、でも、ね、いいよ。難しいし、まあ、体力は使うよね。うん、ノンストップで遊ぶし、ね、うん。寝る直前まで、かまって、もう、の日もあるし、あとはやっぱり、こう、目を離せないっていうのもあるね。うん。これさ、もう、中学生とかになったら、なんだろう、ほっといてくれってなるんだろうけど、それはそれでやっぱ目が離せないよね。うん。アンテナっていうか、こう、ねえ、いろいろあるよ、ほんと。タバコ捨てねえだろうな、とかさ。それはねえかな、あんまり。わかんねえけど。まあ、いろいろです。でも楽しいよ。うん。まあ、良きですね。はい、ありがとうございます。はい、次。秋さん。最初に謝っておきます。お。詳細。タメ口でごめんなさい。はいくん、ライブ配信、はよう。
よろしくお願いし、いたしま、よろしくお願いします。ライブ配信ね、これマネージャーさんともね、いろいろ話してんだけど、マネージャーと話してるというか、マネージャーさんにも早くした方がいいですよとは言われてるんだけど、そうそう、そう、やろうやろうとは思ってんだけど、そう。ちょっとね、バタバタしてしまってね、そういう気分でもなかったっていうだけであって、まあこうやって沼トーク撮ってるってことはね、できるっちゃできるんだけど、じゃあやれって話だよね。まあじゃあ、まあやりますよ。やりたいので、だけどさ、ライブ配信、まあ、やるはやるよ。だけどさ、どうすりゃいいんだろうね。何話そうかね。でも結局一人ごとだよね。そんな、あららってこうコメントが来るわけでもないだろうし、うん。まあでもまあコメント来たら来たで、こう会話をすればいいのか。なんかタイムラグがあるだろうけどさ、うん。まあまあ、この感じでただライブやってるだけになると思うけど、まあ、その時はよろしくお願いします。近々やるんで、本当に。次の、あれだね、つくばのライブ、5ぐらいにやるかな、落ち着くかな。なんかね、本当ね、ちょっとね、バタバタしててね、いろんなことがあるんですよ。年を取ると、親も年を取るからね、とかね、いろんなことがあってさ、まあ皆さんも、ね、俺より下の人が多いかもしんないけど、うん。そう。いろんな経験がありますよ。はい。これもまた成長ですね。なんつって、はい。ありがとうございます。はい、次。キャラ V。ジャストキッズみんないい表情。あ、これあれだ。元八幡のライブね。2020年8月30日。あ、これ、あ、結構前のやつか、これ。これあれじゃん。ワンマンかな？そうそうそうだ。ジャストキッズ、まだまだやってますよ。ジャストキッズがね、ラスト曲になることが多いね。やっぱりあの曲っていうのは、思い入れもあるし、ジャストキッズってあれなの、まあ、意味合い的には、まあ、スラングじゃないんだけど、ただのガキじゃんみたいなさ、クソガキみたいななんか、そういう意味合いがあってさ、うん。まあ、そうありたいっていうか、そうだしさ、実際。俺もそうだし、こう、集まってきてる仲間も結局なんかね、そんな具合で、ねえ、クソガキも、ねえ、6、7人集まるとなかなか力を発揮するぜっていうさ、そんなグループになりたい。私は。はい。と、まあ、わかんない。ありがとうございます。ああ、もう鼻がやばいな。はい、次。山本久志。ハイさんお疲れ様です。シーズン12、スタート嬉しいです。またいろんな話題期待しています。ありがとうございます。次、キャラ V。エルストリートのラップ部分の歌詞公開楽しみにしてます。Easy come, easy go。そうですよ。これね、そう、既存曲を、なんか、こう、何カメラマンの家族にがっつり撮ってもらうとかじゃなくて、ある程度の、こう、MV 作品にしていこうかなっていう計画があって、そう、エルストとかもやるんで、まぁ、あ、ちょっとお楽しみにって感じだね。うん。これ、あれか、今や懐かしき、アメブロの時にエルストリートって、ちょっとした短編小説みたいな感じで、エルストリートシリーズみたいなのを、なんていうの、曲のイメージ、俺の中でのイメージを書いたんだけど、そうか、ラップ部分の歌詞はあまり触れてなかったかもね。うん。
結構ね、エルストリートはね、随分初期の曲なんだけど、EPO としては。そう、初期の曲なんだけど、かなり俺の中の転機になった曲なんで、そう。こういう曲を、ソールドアウト時代にも、俺はすごくやりたかったの、実は。うん。そう。で、ソールドアウト解散してから EPO をやり出して、で、別にやっちゃえばいいじゃんってね、皆さん思うかもしんないけど、こっちとしては、そんな簡単にできないのよ。うん。なんていうか、すごいこれジレンマなんだけど、なんていうの？その、お客さんのイメージもあるしとかっていうのが、もう絶対にここら辺に、ドーンと重くあるのよ。そう。それをね、結構、取っ払っちゃった曲っていうかさ、うん。アイアも出しちゃいという感じで、うん。知らんっていう。知らんっていうか、うん。まあなんかすごい、ね、ビートボックスだったりとか、なんていうの、ちょっと武骨チックなラッパーのイメージが絶対あるから、あっただろうから、そう。なんかね、そういうのってあるんだよ。知らねえよって感じだろうけど、これはね、皆さん、ある程度、キャリアのある人だと絶対にこれはあるからね。うん。そう。だからね、そう。これはね、もうちょっと長くなっちゃうけど、ごめんね。めちゃめちゃすげえなって思ったのは、あれだよ。氷川きよしさん。ずんどこですよ、ずんどこ。ずんどこきよしの。そう。彼は、すげえよ、あの転身は。うん。あれもう、絶対ね、個人的な、なんていうの、自分の考え、ほぼ100。だろうよ、あれは。うん。メーカーとか事務所さんとかは、もう、なんていうの、商業的には、絶対やってほしくなかっただろうし。そう。でもまあ、やるからにはっていうので、もうプッシュして、ね、ヤフーニュースとかも連日でこう、バーって出てたけど、あの転身はね、もう、なんていうの、すごい、あれだよな、清水の舞台から飛び降りるってよく言うけど、本当にそうだと思う。うん。そうそうそう。あれはね、俺はね、ちょっとびっくりした。うん。なんか、ぽいなっていうか、やるだろうなとか、なんか、例えば、ね、めっちゃファンの人たちが集うような、ディナーショーとかではああいう曲やったりとかしてたんだろうけど、もう、言うこととか、がもう全然違ってきてたじゃん。可愛い子ちゃんじゃなくなってきて、なくなったっていうかさ、もういきなり180度変えるっていうのが結構すごいことであってさ、うん、これはね、わかる人にはわかる感じ、うん、結構ね、笑えねえぐらいすげえなって感じだった、うん、はい、なんだっけ、あ、そうそう、エルストね、エルストリー、そうそう、そうです、私めも、規模は小さいでございますけど、なんかそういうね、ちょっとした心の葛藤があったりするんですよ。おじさんも考えてるんだよ。まあいいや。はい。ちょっと長くなっちゃいました。はい。では次に続く。バイバイ。